トトマート、あー、いや、暑いし、ちょっと食堂街に一回、あ、入ってこうかな。漁師町、トトですね、お魚めっちゃ綺麗。あ、10時から開いてんだ、ありがたいですね。しまった、裏口にから来ちゃいましたけど、さあ食べてきました、トトマートで海鮮丼ね、美味しかった。いや、めちゃくちゃ美味しかったですよ、良かったです。1500円でね、税込みで、あーって言うとったら、バスは行っちゃったんで乗りそびれちゃったけど、ちょうどあれで3回バスで宮津駅の方にも行けるらしいです、ただまあ歩いても20分ぐらいっていうことなんで、もうだいぶ近くまで来てるんでね、せっかくなんで駅間散歩をね完成させましょう。ちょうどいいじゃないですか。中もねめちゃくちゃ綺麗でね、多分ちょっとね今空いてたんでね、まだ11時前だったんでね、軽く、ね、店内ちらっと、だけ撮ってみましたけど、めちゃくちゃ綺麗でね、うん、いいところでした。でそんなに土管高地なね隠れ家になってないし、地場のねお魚も食べれて、でなんかたこ焼き屋さんもねあってね、ちょっとね、そっちも控えたんですけどね、さすがにちょっと暑くてね、たこ焼き気分にならなかったんで、なんかタコが有名みたいですね、結構取れるらしいです。なんなら多分舞鶴とかよりも漁師町感がだいぶ強いみたいで、なんならここ漁師町っていうらしいですね。どっかに交差点の看板ないかな。もう町名が漁師町で、もう向かい側になんか船着き場とかあったじゃないですか、あれがもう本当に漁船が着くところで、でもうその漁船で取れたやつを向かい側で出してるよっていう、かなり産直場の中でも相当産から直ですね、なんならいけすがあって泳いでましたからね、で好きな魚どうぞみたいなサービスとかもやったりしてるっていう、干物なんかを焼いてその場で食べれますよっていうお店もありましたし、今回はうちはもう海鮮丼にしましたけどね、なんか中にいろんな店内とか入っておってっていうところですごく良かったですね。いや、めちゃくちゃ良かった、ね、いいとこ見つけたわ。これはね、中でね他のお客さんもね、多分大阪の方から来てる方かな、のね声も聞こえましたけど、その結局やっぱ天の橋立て、とかねあっちの方行くとまあまあね俺らにもなるし、観光地でねすっげえ混んでるけど、ここそこまで観光地になってないけど、でそんな新しいのしかない中で、これ国道走っとったら分かりませんから、こんな感じですからね、ちょっと陸んだところにあるんで入ってみやな分かりませんもんね。へえ、すごいな。でこっちからそっちから抜けれるんや、なるほどな、渡れるでしょうか。いや、こっちからちょっと落とそう、ちょっと落とそう、綺麗な、そこも山直あるし、鮮魚なんでね、さすがにちょっとまだ今から炎天下歩くんで、さすがにね、お魚買うわけにいかんもんでね、いいな、でもこういうとこで買った魚絶対うまいからな、直送感が半端ないんですよね。だって漁港そこで、ここからここっすからね、まあなかなか漁港って言ってもここまで近いところなかなかないですよね。でさっきのところ、三河の方歩いてくるとこんな感じか、いい、ちょうどいいね、ちょうどよ、程よい土管工事っぽくもなってないし、ちょうどいいね、見やすいな、そっか。いや、なんなら天の橋立て寄るんだったらもう昼飯はこっちにしちゃうっていうのは全然手でありですよ。いやー、あっちの方、まあまあお店もいっぱいありますけどね、向こうも向こうで、あれこっち行ってドン付きか、ドン付きか、
だって普通に甘いからダメなんすね。いや、いや、景観もいい。甘の橋だけ見えるわんないで感染せん。なんなら、甘の橋立ての近くのところだと、近すぎてもう見えませんからね。景観を楽しんで、レア新鮮なやつを、しかもコスパよく食べれるんだったら、これはいいとこ見つけたぞ。あ、これはね、これ多分今までのご褒美に入るんじゃないですか、うちのチャンネルで。当たり、大当たりだった飲食店ベスト5入りますね。ああ、ちょっと順位付けは難しいですけどね、神山食堂さんとかも良かったですし、あそこは飲食店ではないですけどね、精肉、岩井精肉店とかね、コロッケ美味しかったですし。よいしょ。いやー、満足してんだよね。で、宮津は干物が有名なのかな。ちょっと車に乗ってからはちょっと、変えたら買おうかな。干物がカフェすごい。干物ってすごいですよね。まあもちろんこういったところね、鮮度あるやつっても美味しくなりますけど、ああやって干してね、時間を置くことによってより旨味が凝縮するわけですもんね。すごいよね。取ったらすぐ食いたくなるもんね。まあまあ日持ちをさせるっていうのもあるんでしょうけど、塩管はね。ああ、宮津駅どっち？もうちょっとね、国道沿いを歩いてたらいいんだ。あ、で、釣り用のね、釣り具屋さんもあるんだ。まあまあ、全然釣りできますわね。一国星。だから、中干しじゃなくて一夜干しみたいな感じなのかな、一国干し。干物も製法でまた味も変わるとかね、栄養分とかも変わってきますからね。いやいいね。七輪焼き、干物を七輪で焼いていただけますみたいなお店なのか。いや、いいな。あるぞ。だって戦闘力高えぞ、宮津。あるんですよね、その町のうまいもん戦闘力みたいなのがあって、歩いとったらね、肌感で分かるところあるんですよね。いや、ここちょっと食うもん全然ねえなっていうところと、結構舞鶴なんか結構その傾向があったんですけど、いやー、ここ強いぞ。マックもあるけど、いや、本当しんどいエリアに入るともうマックでいいよってなるところですよ。いや、全然もう、マック以外の店よ、もう2、3回は来ないとこれ。いや、いい店あるね。気になるね。ただ一人で入りにくそうだから、これは、メンバーを連れてね、連行してね、行きましょう。ここもイワシ寿司。イワシだけで押してんだ。うわぁ、大阪で好きなんだよ。俺はイワシ好きなんだよな。ちなみに昔はイワシって高級魚だったって言いますもんね。特に山の方ではイワシはね、なかなか持ってくるの大変なんで。それこそサバとかもね、ここ渡っちゃっていいのか、渡っとこうか。
市民体育館になってるけど、この奥こっち側っぽいんだよな。ここ道の駅なんだ。はあ。